はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト4、また続きからね、やっていきたいんですが、前回ね、2章、アリーナのところが終わって、今回は3章ですね、トルネコ、やっていこうかなと思います。武器屋トルネコですね。ここはエンドールから遥か北にある小さな町、レイクナバ。この町にはトルネコという一人の男が住んでいました。今はただ人に使われる身ですが、お金を貯めて世界一の武器屋になる。それがトルネコの夢だったのです。さあやっていきましょう。あなたいつまで寝てるの？早くお店に行かないとまた親方に叱られるわよ。ねえ、あなただったら。トルネコはね、リア充なんですよ。なかなかね。はい、じゃあやっていきましょう。まあ、まずは探索ですね。まあ、ここは自分の家ですから、調べても OK ですね。いつもみたいにね。大丈夫、ここはね。はい、行ってらっしゃいって言ってますね。子供もいてね、なかなかいいでしょ、トルネコは。トルネコは楽しそうに冒険してますよね。ね、西の方つってたんですが、まあ、ちょっと先に壺とか、道具屋の壺を割ってさ、毒消しを手に入れていくってのは最低ですね。本当にね。さすがになしやろ。人んちの本棚も読むと。まあ、いつも通りですね。あ、このじいさん、なんか覚えてますね。あ、トムね。お、トルネコいいところに来た。頼みがあるんじゃ。教会に通うのも一苦労と。教会まで連れてってくれぬかと言ってます。さあ、どうしますかね。いいえ。そうか、じゃ、残念じゃの。あったよ。じゃあ、送りましょう。はい、押して、しっかり押してけ。見て。なかなか大変やな、これ。ちょっと話変えてみようかな。これどうした？もっとしっかり押さぬか。くそ。いいよっつったらこんな感じなんですね。はい、よし、これでいけますかね。オッケー、着いた着いた。受け取ってくれ。8ゴールド、8ゴールドか。いや、なんかすげえ少ない時ありましたよね、これね。とかの時もね、なんかあった気しますね、そういえば。あ、息子が戻ってくるのを祈ってですね。じゃあなんか息子探しに行くとかやったかな。なんかこの犬もなんかストーリーに関わってましたよね。いや、ちょっとね、まあ、なんとも言えないですけどね、記憶曖昧で。はい、防具屋行ってみましょうか。あ、後ろに。結構いいの売ってますね。聖堂の鎧か。装備できるか。まあ、とりあえず、裏ですね。入れるみたいなので、ここじゃない。ちょっと変えないと分かんないですよね。はい、行きましょう。ここですね。こっち。ここなんかありそうやね。ここ防具屋やろ。なんかさ、あれあるんじゃない？ないか。防具防具屋やからね。勝手にさ、革の盾を盗んでいくっていうね。借りるわ、借りる。 OK、 行きましょう。あの、ほら、宣伝になるから。革の盾をさ、ここのやつを使ってね、あの、世界を救ったさ、この防具屋、宣伝になるから、ね、そういうことよ。ようこそ。損とかないやろ、別に。こっち行こう。行きましょうかね。まあ、特になんもないですかね、ここは。大丈夫かな。本なのか。うん、まあ、この辺は、いいですかね。装備しときましょうか。とりあえずさっきのやつね。うわ、武器ないですね。武器がない。布の服、革の盾、革の帽子ですね。めちゃめちゃ弱いですね、これ。外出れないですね。さあ、じゃあ、あの、仕事行きましょう。怒られますね。はい、行こう。めっちゃ怖そうやん、ほら。はい。さあ、店の中に入ってもらった。あ、ありましたね、これね。歩合でしたっけ？そこに立っていれば、お客さんが来るはずだ。給料はちゃんと歩合で払うから、しっかり働くんだぜ。じゃあ任せたよ。ここにいればいいですね。
ました。はい。売っているものを見せてくれ。セーナナイフ、いいですね。いや、これね、梱包とか、たくさん売れても、そんなにね、後でもらえるのは給料もらえないんですよ、これ。はい。梱包30。はい、OK。あとこれさ、稀にっていうか、本当にごく稀に、ハジャ売りに来てくれる人いますよね。買い取りで。お、いいね。よしよしよし。武器欲しいですからね。ちょっと今、ゴールドは？あ、さっきもらえた8号とか。オッケーオッケー。しか持ってないですね。ちょっとこれ金貯めないといけないですね。で、今までの、その、1章、2章、ライアンのとことかさ、まあ、アリーナのとこあったと思うんですが、お、コンボ7が、こいつはちょっと手に入らない。22ゴールド。買いましょう。30ゴールド売れますからね。で、ちょっと違って、トルネコはね、もうひたすら金を稼ぐんですよ。で、アリーナのところ、まあ、前回の動画だったかな、前々回の動画かもしれないですが、アリーナのところで、なんか店をさ、やってくれる、代わりにまあやってくれる人、まあ、いないかな、みたいな言ってたと思うんですが、まあ、そこをね、が繋がってると、このトルネコのショーにね。よし、聖なるナイフ、いいですね。私はこれをいいよ、うるうる。まだ来ますかね。これね、やめることもできます。もう移動できるので。はい。横で聞く。実は売りたい。どの剣？ 75 ゴールド。いいですね。100ゴールドですからね。はい、買いましょう。お、来た。売ってるものを見せてくれ。どの剣？よし、オッケーオッケー。順調ですかね。とりあえず武器買いたいですね。なんかね。聖なるナイフリンでね、ちょっと買っておきたいですね。順調？まだ来るかな？お、まだ来ますね。これずっと来るんでしたっけ？いや、ずっとこんね、夜になったっていうか、なんかそういうのありましたよね。途中でなんか来たよね。とりあえず、もう少しやりますかね。ちょっと変わらない絵でね、申し訳ないんですが。はい、買います。あー、金が足りなかった？まあ、そういう時もあるよね。なんか売りに来てくれないですかね。はじゃあ、買い取るけどな、すぐ。売ってるもの見せてくれ。聖なるナイフ買ってくれ。本棒か。本棒は金足りんってどうだそれ。金欠すぎるやろ。人のこと言えんて。8ゴールだぞ、こっち。はい、来ましたね。武器の店。はい。どうぞ。OK。で、ドラッグ今順番にね、これも1、2、3、そしてね、4。まあ、1はね、まあ、ボス戦とかだけなんですが、まあ、ちょっと動画の方で投稿して、まあ、2、3ね、順番にちょっとやってきて、まあ、今、4をね、こうやってやってるんですが、まあ、これからもね、ちょっと5とか、6とかね、まあ、その辺もね、やっていくかもしれないです。まあ、7とかもね、まあ、懐かしいですしね、その辺も。さあ、どうだ？はい。お、売りたい。クロスボいいやん。買うよ。クロスボか。はい、来ましたね。次。売ってるものを見せてくれ。クロスボが並んでますね。クロスボ買ってくれ。来た。はい。クロスボ買おう買おう買おう。買い取ろう。あ、これずっと続くな。あれ、親方が今日はいいよとか言いに来なかったでしたっけ、これ。これ何だったっけ。本棒。どう、持ち物がいっぱい。え、ここで売ってくれよ。まだついてますね。
今日は結構働いてますよ、これ。どうですかね、クロスボウかい。コンボか。ああ、まだ続いとるね。はい、来ましたね。武器の店かね。クロスボウ買って。お、クロスボウ買った。350ゴールド。結構いいですよね。今日真面目にちょっとま、あの、見せましたよ。どの剣、クロスボウなくなっちゃいましたね。あ、来た。来た来た来た。今日はもう遅くなったから、そろそろ店じまいだ。ご苦労だったな。これ給料だ。今日の給料。100ゴールドか。聖なるナイフが200でしたね。とりあえず聖なるナイフは欲しいですよね。よし、帰ろう。で、これね、お弁当最初ね、もらったんですが、これね、食べてないとね、まあいいわ。じゃあちょっと食べてないパターンやるか。よし、着いたぞ。はい。こんなに、朝早くっていうか、まあさ、昼かもしれんけど、出てさ、こんだけ働いて100ゴールドか。あなたはもう朝よ。あ、これですね。あら、まだ古いお弁当を持ってたの。それじゃ新しいの変えておくわね。ね、私たちもいずれは自分のお店を持ちたいわね。あなたはいつまでも他人に使われるような人じゃないわ。そう思って私はあなたと結婚した。もちろんそれだけじゃないけどね。うふと。いいね。いい嫁さんやろ。さあ行きましょう。また行けばいいんやね。とりあえず、稼ぎますかね。一応こっちから話しかけたら変えたいね。聖なるナイフ買った方がいいですよね。銅の剣16、18か。まあそんな変わんないですけどね。まあちょっと働くか今日も。お前さんにもいろいろとやりたいことあるだろうかな。もう働きなかったらいつでも来ていってますね。はい。さあ今日もね、あの、働きましょう。働かざる者食うべからずということで、しっかり働いた後にお弁当食おう。はい。聖なるナイフ買ってくれ。こことかでね、もうね、やめることできるんですよね。こっち、いけるよね。さあ、今日もね、頑張りますよ。ずーっと働いて、100ゴールドですからね、もらえたのね。そう考えたら、ちょっとこれ頑張らないかんよね。はい、来た。売ってるもの見せるよ。聖なるナイフ、オッケーオッケー、ありがとう。嬉しいですね。はい。売ってるものか。聖なるナイフ、いいですね。今日は聖なるナイフ売れてますね。よし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 。トルネコは本当にね、あ、そうやな。トルネコってさ、すげえ金稼げるんですよ、このショー。金稼げて、最後のね、あの、まあ、序章でさ、勇者出てたと思うんですが、勇者のところと、まあ、合流するんですよ。みんなね、まあ、勇者を探してるというか、まあ、旅の関係上ね、まあ、合流していくんですが、それで、はい、大丈夫やね、これ。これ大丈夫ですよね。これたまに間違ったこと言うやつおらんよね。どの剣、例えばさ、70ゴールドでいいんだな、みたいな言ってくるやつおらんよね。で、その時に持ってるね、ゴールドは引き継がれないんですが、道具はね、引き継がれるんですよ。で、自分がやってた、あれファミコン版やったかな？ファミコン版と、まあ、プレステとね、4はやったんですが、その時はね、袋ないんですよね。この第1章とかになかったと思うんですよね。第1章とかなくて、5章はあるんかな、袋が。で、今袋があるので、これ引き継がれるんですよね、おそらく道具が。トルネコでさ、例えば鉄の鎧？鉄の鎧だっけ？鉄の前掛けやったっけ？なんかありましたよね。結構儲かるやつ。それをさ、まあ、70個とか買えばいいんじゃない？で、袋に入れとけばさ、合流した時金に困らんやろ、これ。絶対。絶対そうやろ、これ。
ちょっとそこまでやっとくかな。ゴールド稼ぎはめんどくさいっちゃめんどくさいですからね。はい。で結局馬車来てさ、仲間ね二軍みたいになってきますからね。使わないやつはね、使うやつだけゴリゴリの装備してね。いや今回どうしようかなと思ってるんですよね。いつもはねそのまあ勇者、まあライアンとかさ、勇者ライアン、まあクリフトミニアみたいなね、まあそんなパーティーでやるんですが、まあアリーナ入れたりとかね。まあちょっとなんか変わったメンバーも楽しいかなとは思ってるんですけどね。さあ仕事どうですか、順調ですかこれ。順調かな。100ゴールド稼がないといけないんでね。とりあえず聖なるナイフを手に入れてから、まあちょっと待ち、まあ外をうろうろしてって感じですかね。まあ次の街行くなりしようかなと思ってるんですよね。さすがにね厳しいよね、武器なしは。防具もね布の服ですからね。あ、もう来た、早かったね。どう ?101 あんま変わらんな。マックスで働いてこれぐらいか。あ、弁当食おう、しっかり働いたやろ。これ HP 回復するんですよね。まあ今減ってないんですが食べます。よし行きましょう。うん、まあとりあえずこれでいいですかね。まあ一応準備はできたかな。はい、今回はね、まあ、特にストーリー進んだわけじゃないんですが、まあトルネコはこんな感じだよというのでね、やってみました。次回はねちょっとまあ冒険、していこうかなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。